みんな揃うまで、ツイッター見てくれた？ツイッター。ツイッター見てくれたらちゃんとカゴつけたでよ。あ、シータさんいらっしゃる。シータさんも変わってる。シータさんも画像変わってる。名前も変わってる。チャリンコの後ろに2台、あの、カゴ、1382円もしたんだけど。これね、クレジットで買ったんですよ、クレジットで。まあ、クレジットって言っても、あれですけどね、あの、ウォレットカードで買いました。ウォレットカードで。ありがとうございます。で、チラシがなくなって、明日暇なので、今日派遣会社から電話あったから、今ちょっとね、派遣会社電話してみる。今日電話もらいました、言うて。電話もらいました、言うて。あ、すいません、今日お昼ぐらいに電話もらってたみたいなんですけど。はい、折り返しいただきありがとうございます。はい、確認いたしますので、はい、お名前をお伺いできますでしょうか。はい。明日のお仕事のご紹介をさせていただきたくてご連絡していたみたいなんですけれども、はい。はい。明日なんですが、はい。あ、ね、別件がなくなったので今のところ空いてますけど。あ、本当ですか。はい。ありがとうございます。場所で言えば、はい。住之江区の方なんですが、ああ。9時から18時で、ああ。新しくパンフレットとかの購入、はい。はい、はい、でこちらが、お時給1100円で、はい、今募集させていただいているところなんですけれども、はい、最寄り駅で言えば、はい、コスモスクエアですとか、はい、あとパレードセンター前から、まあ、大体10分前後というところの、企業様になりまして、はいはい、でこちらが、すぐにご紹介できるお仕事にはなるんですが、はい、いかがでしょうか。ちょっとね、あの南港の方は朝はちょっと厳しいですね。ああ、そうなんですね。はい。夕方からとか昼からとかないですか。はい。ああ、かしこまりました。そうですね。ちょっと待ってますか。はい。はい。ふざけんなよ、神組やないか。はい、はい、ちょっと離れるんですが、はい、堺の西区の方で伊勢沢駅っていうのがあるんですけれども、はい、そこで13時から18時で、はい、エアコンの部品のピッキングの業務がありまして、はい、お時給が1250円のお仕事なんですけれども、はい、はい、こちらはいかがでしょうか。だいぶしんどい仕事ってこと？あ、変わりますね。少々お待ちください。はい、はい。お待たせいたしました。はい。左の瀬長です。はい。はい、山さんのご携帯番号でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、先ほどご紹介させていただいたお仕事なんですけれども、はい、まあ、ちょっとちっちゃいかどうかちょっと個人差があるなと思いますが、はい、一応女性の方でもできるお仕事になりまして、はい、でエアコンというとちょっと重いものをイメージされたかと思うんですけど、はい、エアコンの部品のピッキングなので、はい、なんていうんですかね、家電のピッキングとかをイメージするとそれよりは軽いという感じですね。あ、ほとんどが10キロ以下という形のお話はいただいているんです
10キロ、それ結構重たいね。10キロはいかないという形でお話をいただいてるんですけども、はいはい、何時から何時って言ってたっけ。13時から18時あ、5時間だけか。はい、これ休憩なし。かもしくは、そうですね、休憩なしですね。かもしくは9時から17時はちょっと午前中がね、間に合いそうにないんですよ。だからさっき南高の方も言ってくれてはってんけど、で、それで石塚がどうのって言ってくれてはんねんけど。かしこまりました。したら13時からの分ですかね。で、終わりの時間なんですけども、はい、その企業様はかなりあの物量によっては残業等ございますので、はい、もしご希望であれば19時などまで残っていただいても問題はございませんので。13時から19、6時間は別にぶっ通しても大丈夫ですもんね。ギリ大丈夫なの。6時間あの未満であれば、ああ、あとは体力次第よね、明日。作業やってみないと、ちょっとそれ微妙よね。そうですね、もし、はい、企業様に、まあ、15分だったり30分の休憩、言っていただければ、おそらく取らせていただけると思いますので、あ、はい、タイムシートには休憩時間を記載していただければ、こちらでも対応させていただけますし。あ、かなり柔軟にあの聞いていただける企業様ではありますので、とりあえず13時18時で残業あるかないか分かんないですもんね。あ、こちらですか。残業があるかないか分かんないもんね。そうですね、当日にならないとってところはあるんですが、ですよね、最近はかなり忙しいようでして、はあ、基本的に18時19時になることが多いお話をいただいてます。石津川って言ったよね、石津川。はい、石津川の駅はどれぐらい。7、8分ぐらいのところにある企業様です。静岡まで何かかかんねやろ、うちから。一時言ってはったよね。はい、一時、静岡に。じゃあ30分前集合。いや、大体15分ぐらい前に着いていただければ。あ、でいいんですか。はい、到着予定時刻を明日の、まあ、11時か12時半ぐらいにしておいて、1時間ぐらいでいける。いいっすよ、それで。あ、1時間ぐらいでいけるので、それでいいっすよ。あ、ありがとうございます。はい、1週目なんですけども、こちらの企業様が、はい、まあ、多く入れる方を優先にご紹介しているお企業様でして、はい、で朝からちょうど始まった新しいお仕事なんですね。はい、でお時間給も1250円とかなり高めに設定しているのか、多く入れる方を優先的にご紹介しているためでして、はい、入れるお日にちとかってありますかね。ああ、8月末までの期間限定のお仕事にはなるんですけれども、その間で複数回入れるのであれば、ぜひ明日もすぐに、今すぐに確定らしたいんですが。ああ、いや、何日かは、まあ、内容次第では入れるとは思いますけど。そうですね、はい、それでしたら今、何日間かあの確定させていただいて、もしその明日、あ、だからその来週がまだ分かんないので、土曜日挟まないと。はい、かしこまりました。ちなみに来週もし日程が変わってましたら、まあ大体週1か2ぐらいは入れるって感じですかね。まあ、お仕事の内容にもよると思うんですけれども、今週は2日空いてて、今日明日たま別のの入れてたけど、ちょっとそれが抜けたので、はい、っていう状態なので、まあ週もう一個の方が何も言ってこなければ、あ、別にあと2つやってるんですけど、はい、まあまあ、多くて、土日はやってないんですか、そこは。そうですね、土日はちょっと物量が少ないということなので、一旦平日でやらせていただいてます。ああ、なるほど。はい、平日だけで言うと、まあまあ、来週も、まあ、どっかでまた入れるかもしれないです。ちょっと分かんないです。はい。一旦、企業様に明日入った時点で、また来た時点で。はい、もしそういったお話されましたら、あの先々はちょっと未定なので今確定はしてないんですけど、あ、まあ、大体週1、2回で、はい、8月末まで入りますという形でお話いただければと思います。で、言ったところで絶対に行かれへんとき行かれへんからしゃあないですもんね。行けるときだけ行ったら。あ、そうですね、もちろんそれは1日単位の契約になりますので、はい、そこはご心配なさらず大丈夫ですので、はい、あ、はい、はい、では一旦明日分で確定出させていただきますので、また他の日程分かり次第こちらのお仕事にあ、そうです。はい。持っていくもん何かあります？持ち物が特におそらく、
あ、そうですね。はい。はい。ご確認だけお願いいたします。わかりました。はい、すいません。よろしくお願いいたします。はい。はい、失礼いたします。はい、どうも。個人でした。あ、コーラ飲んでいいか聞くの忘れた。コーラ飲むの聞くの忘れたよ。一軒目絶対あれ間違いなく神組じゃない。あれ。ね、南高のね、企業さんでパンフレットの仕分けって言ってたけど、あれ間違いなく神組のこと言ってんだけど、バカじゃねえのあんのか、このクソ会社よ。死ねえよ、マジで。なんで神組の作業が時給1100円なんだよ。クソかよ。どう考えたってテレアポの方法が楽でしょうよ。なんでコールセンターの方が楽なのになんでコールセンター1100円、同じ1100円なのよ。この間の土日の案件良かったよね、1400円。しかも残業して1600円だったんだよ。バンブーさんいらっしゃい。工事に言いましたよ。残業ないですが残業あるらしいですよ。自販機の推薦チェックはします。忙しいです。コーラ飲んでいいか聞くなんせもさ、あ、とりあえずね、お酒。いやでもママさんいないからこれ開けていいのかな。ママさんこの枠来てないんだけど、ママさん来てないんだけど、とりあえずじわじわ開けていきます。じわじわ開けていきます。明日ね、もうポスティングが今日で終わったから、明日ね、俺ちゃんすることないんだよ。ほんで電話なんか昨日もかかってきてたけど、無視してた。今日かかってきてて、ちょっと思い出したから電話したら、神組行かせようとしてやがるのよ。ふざけんなよ、ほんとに。しかも9時から6時って絶対死ぬパターン。死ぬパターンの神組やからね。9時から6時の間ずっとね、あんな重たいね、段ボールアホみたいに持たされたらね、俺ちゃん死んでまうわ。ほか。空き缶サバイバルはなくなりました、だから。明日仕事が入りました。明日今聞いてたでしょ、みんな。今聞いてたでしょ、明日仕事が入ったの。明日は俺ちゃん人気者だから仕事入ったでしょ。他の案件入れてくれないのに、こんな突発案件の時だけいつも、ああ、だこうだ、だこうで言ってくんの、この会社。汚くない？マジで。いつもこうやってね、突発案件の時だけ言ってくんのよ。ちょっと困ったらこのおっさん電話してやってくれるわぐらいの勢いでね、電話してくるんだけど。聞いてなかったの？明日だから日雇い入りました、日雇い。うおー、見たい。ほら、あ、ミッキーさんメガハダス。ミキさんメガハダス。メガハダス。明日だから、おいちゃんバイトだから。今日そんなお酒飲めないから今日一本にしとくわ。すごいプチプチいっぱい入ってるね。おいちゃんがいつもピッキングして、梱包してるみたいにプチプチいっぱい入ってるね。あ、これちゃんとお酒用のプチプチしてくれてるよ。お酒単独でプチプチしてくれてるよ、ちゃんと。すごいね。たくさん入ってるんだけど、ちょっといっぱい入ってるから、とりあえず出してみていい？出してみていい？これね。すごいたくさん入ってるんですけど。これ、やばくない？これマジで絶対これ金かかってるやつじゃない？これ、マジで。こんなん絶対ただで、酒屋の娘やから送りましたとか、そんなパターンじゃないでしょ、これ絶対。いや、ほんまもんなんですけど、これ。やばくない？これ。いいの？もらっちゃったんだけど、これ。やばくないですか、これ。やばくないですか。これ何で飲んだらいい。やばくないですか、これ。これ2本入ってるんだけど。これが2本入ってるんだけど。これがね、まず2本。やばくない？これがね、日本、これがね、まず日本。やばくない？そんな、ちょっと待って。こんな、
あ、今までさ、俺、あの、くれ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 言っててもらってなかったけど、ほんまにもらうとなると、逆にびっくりするよね。もらっていいのっていうか、もらっちゃったからね、これ、日本あんねん、これ。やばくない？やばくないっすか、これ、ね。日本あるんだけど。うわ、マジで。さらにね、口に含んで香りを楽しむ。飲み方できんの？ワインじゃないんだから。ワインじゃないんだからって感じ。なんか、すごいよ、これ。なんかもう、こんなわざわざ箱に入ってる時点でおかしいでしょ。この辺のお酒。ね、こんなんいただいてよかったのかね、これ。いただいてよかったのかね。まあ、いただいたから俺ちゃんのもんなんだけど。うん、いただいたからもう俺ちゃんのもんなんだけど。やばくないですか、これ。ちょっとこれ、腰の完売2本と、ね。まだあるんすけど、まだあるんすけど。これとね、ババン。なんて読むの、これ。なんて読むの。あ、これは1本ずつ入ってるわ。腰の初梅ってやつと、八海ってやつ。ババン。やばくない？いいの？箱に入ってるよ。箱に入ってるってどういうこと？これどうやって、これ1本ずつ飲んだ方がいいの？ 1 本飲み切ったら次の1本を開けた方がいいの？それともこれはちび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 いろんなお酒を楽しんだ方がいいの？こういうの飲み方わからないんですけど。これ皆さんやったらこれどうやって飲む？これ。1本1本飲み干してから次行く？ 1 本飲み干したら次行く？それともこれ、一本一本ちびちびいった方がいい？これすごくない？これマジで。ちょっとこれ、八海さん。あ、八海さんってか、呼ぶのか。すごくないですか？一本すぐなくなる。ほんまに？いや、そうやったら、一本ずつ飲んでいきますけど、こんだけあったら、ね、少しずつお酒楽しんだりとかできないですか、これ。ちょ、映らないんで、画面に入りきらないんですけど。ちょっと画面に入りきらないんですけど、これ。あ、一本ずつ飲む派。あ、じゃあ一本ずついくか。すげえな。腰の初梅と、八海さんと、腰の完売が2本。やばくない、ね、明日バイト入れなかった。明日ちょっと仕事キャンセルしていい？仕事キャンセルしていい？まあ、今からゆっくりお酒飲みたいから仕事キャンセルしていい？ねえ。仕事キャンセルしようかな。で、何寝落ち越えてさっきの派遣さ、なんかまた次行ける人優先に入れたいんですけど。次なんか行かねえわ。たまたま明日暇だから行ってあげるだけでしょ。そんな仕事覚えてまた次来いとかね、ふざけるなっちゅう話は。そんなもんね、何？単発、日雇い単発派遣のくせに、ね、調子乗んなって話ですよ。そんなシフト通りで行くんだったらもっと時給のいいね、ちゃんとしたとこ行きます、そんなね。エアコンのピッキング部品のピッキング。しかも堺の遠いとこまで行ってさ、マジで。でもどうしようかな。やっぱりあ、でもあれよ、一杯目は間違いなく青リンゴから飲むよ、俺ちゃん。ほろよい青リンゴ入れてから、ほろよい青リンゴでほろよいになってからね、これちょっと冷やしておくというか、冷やすというかね、涼しいとこ置いて、いつでも飲める体制にしようかな。やばくない？これマジで。隣のママさんありがとうございます。4本もお酒もらったんだけど、マジで。俺じゃなんかしたっけ？酔う前に腰の乾杯の香りを楽しむ。あ、そっちの方がいいの？そっちの方がいい？じゃあこれちょっと直さずにこれだけ置いといて、あととりあえず3本直して、
報告書じゃあ先入れてきた方がいいかな。ちょっとお酒飲んじゃったらもうあの車輪子乗れないでしょ。あの飲酒運転になっちゃうから。まあこんなんもし運転で行かなくて、練習費をするとその小組に氷入れてな、冷えた状態を保つ。うちにねこんなんがないんだって。いやこれだからあの欲しいものリスト入れたらこんなん これ見たところで分かれへん。これなんていうのこれ。ニトリの商品やけど。氷ポケット付きカラフェ。まあ、アビーちゃん何舐めてんの。もうプチプチ舐めてるで。スキッパーにお酒が一番おいしい。マジで。ちょっとじゃ あの報告書先入れてきて、報告書先入れてきて、でお酒もう飲んじゃおうか。あの北辰巳の倉庫に。これなんていうもの。氷ポケット付き氷ポケット付き何でやねんカラー。ある4200円もするやんこれ。それはなニトリの980円。ニトリ安いな。これがあるやんか。グラスはいっぱいあるね種類。だからやさそうなガラスレーシュカラフェ、グリーンカラフェ、バリエーション、小氷ポケット付き1500円というのもある。グリーンとかいやいや色ついてないやつ。あ、色ついてないやつがいい。じゃあこれ、4286円とか。すげえな。昨日見とったのにちょうどそういうの。1000円ぐらいで。まあ。でも買わんかった。そんなに早く取ろう。750の方はもうちょっと高い4860円もするわ。でもそんな入らんでいいんちゃん。300ぐらい入れて冷えて。あ、そう。450で4286円。500も600もやばいよ。冷蔵庫から出したやつをちょっと飲む間にあのひんやりキープしときたり。乾杯は常温がうまいんだぞ。冷やさず飲めって乾杯。他のやつは全部聞いてみ。あんたあれハリーや、何だっけ、メモ。パソコンの前にあるやろ、ピンクのやつ。ジョーンとか貼っといて。匂いだけ嗅いで、報告書出してきていい？まだ6分あるから、これ匂いだけ嗅いで、匂いだけ嗅いで、飲みたいけど、飲みたいけど匂いだけ嗅いでお預けして、報告書入れてきていい？それか匂いも我慢する。開けたら劣化する。開けたらアビちゃんが倒しそうやから。すごい、ありがとうございます。もう早速今日完売はね、完売しようと思います。日本酒が苦手な人は氷入れると飲みやすく、へえ、あちょっと薄くなるから。すごいね。お茶飲んでも飲めるんだ。やばいな、新潟やばいな、新潟。新潟やばいな。新潟やばいよね、これマジで。ねえ。新潟やばくないですか、これ。で、ママさんいないんだけど。開封枠やったのに、あの、ママさんいないんだけど。ありがとうございます。じゃあ、あの、ここの、蓋の開封はまだ置いときます。ということで、明日バイトが急遽入っちゃったんだけど。明日休み休みって言って喜んで受かってたけど、明日バイトが入っちゃったんだけど。俺ちゃん、こうやってね、人気者だから困るよね。人気だからすぐバイト入っちゃうのよね、次のバイトが。でもあの、詳細送ってきてないねんけど、こいつ。いつ送ってくるんだよ、詳細。詳細ないといけないでしょ、バイト。詳細送ってこないとバイト行けないでしょ、明日。ですよね、開封本人いらっしゃる時じゃないとね。だまあまあ、あの、今からちょっと報告書入れてくるから、なんかまたメール。もう何なの、もう社労士の先生もメールをちょろ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 、あの、紹介した人となんか一緒に、あれ、写真見えてないのって、写真見えてないの見たよ。どこ行ったの。
行くんやったらでさ、シーフードミックス1個買ってきてほしい。うん、わかった、わかる。ちょっと報告書入れてきます。風鈴は100均で売ってなかったでしょ。高難で売ってたけど、しかも高難で風鈴380円もしたんだけど、あんなちっこいの、あんなちっこい、ちっこい、こんなちっこい、こんなぐらいの、こんなちょうどこれぐらいの大きさの風鈴が、ちょうどこれぐらいの大きさの風鈴が380円もしたんだけど、いや、したんだけど買ってないけどね、買ってないけどさ、ね、猫の絵入ってたんじゃん。泉屋で900円で売ってた。なんで風鈴あんな高いの？それ100均では売ってないでしょ、風鈴なんて、ね。ちょっと昨日あれやな、昨日ちょっとあのサボったからって今日あれやな、なんか一面が揃えへんな。一日サボったらこれですか、君たちは、ね。さっきの枠なんであんなに人多かったの？なんだったのあれ、さっきの枠なんか人多かったよね。あれ何さっきの。安くならないでしょ。安くならないでしょ。ヒルナンデス見ましたって言ったら、いや見てないですって答えられたからね、ローソン。いや見ましたって言ってんのに、ヒルナンデスを見てきましたっていう意味でヒルナンデス見ましたって言ってんのに、いや見てないです。何言うてんのこのコード。あ、この間のあの、メントスとコーラ買った時ですよ。ね、いや、揉んでるんじゃなくて、揉んでるんじゃなくて、揉んだら大きくなるでしょ。揉んだら大きくなるでしょ。ね、さらに大きくなるでしょ。あ、みんな火薬が、あの、派遣元に電話するからでしょ。だから、あの、早く火薬終われよと思ったんですけどね、あの、ママさんに早く、あの、俺を言わないとと思って枠開けたら、逆にママさんがいなかったわ。はい、ということでちょっとねお酒飲みたいのでちょっと報告書、ポスティングの報告書出してきて帰ってきます、うん、外配信需要ないでしょ。だってそうトイレ掃除させられておばちゃんに怒られただけでね、もう電話したのやめたいって、もう電話したのね。俺ちゃんも派遣元に電話したけど、火薬も派遣元に電話したの。おいちゃんちなみに次の仕事が決まったけど、火薬はやめたいって、やめたいってしたの。ああ、火薬いらっしゃい。マナティで行ったって倉庫に出しに行くだけだから誰も見ないですよ。暑いだけだから。マナティで行ったっておいちゃんが暑いって、同じ時にしてた。マジで。どっちも電話してた。ね。あっちはね、それはもう大手の閲覧をね、大手の閲覧でね、楽勝配信でしょうよ。枠を開けりゃ300人来て。ね。こっちはね、枠を開けて必死こいてあれこれやってもね、うん、対照的な二人。そりゃそうよね、向こう辞めたいって言ってて、こっちは仕事行ってくださいって言われててね。対照的でしょうよ。次回。